どうもよろしくお願いいたします。じゃあどうも皆さん、はじめまして、こんばんは。クロスメディアパブリッシングの、書籍編集部の下松と申します。ではよろしくお願いいたします。で、ですね、今日は特定の人としかうまく付き合えないのは結局あなたの心を冷めている、ね、著者の日本一女心のわかる男、そして恋愛コラムニストである与太郎さんです。はい、特定の人としかうまく付き合えないのは結局あなたの心が冷めているからだ。今日著者の一人、与太郎さんです。よろしくお願いします。そしてもう一人が、熱血指導が大人気で、明治大学法学部の教授であり、また神々のみの能力者であるとされている堀田修吾先生です。はい、皆さんこんばんは。そうなんですよ、すごく噛むんでタイトルもいつもまともに言えないんですけど、ちょっと頑張ってみまして、特定の人としかうまく付き合えないのは結局あなたの心が冷めているから大丈夫ですよね。よろしくお願いします。お願いいたします。堀田先生です。ということで早速始めていきたいんですが、特定の人としかうまく付き合えないのは結局あなたの心が冷めているからと、非常に長いタイトルなんですが、ただ長いタイトルというわけではない、一体どういう本なのかというのをまず与太さんの方に簡単にご紹介をお願いいたします。はい、今日はタイトルをたくさん言っていきますが、特定の人としかうまく付き合えないのは結局あなたの心が冷めているからだはですね、この帯に人生を100倍楽しもうっていうところにありますように、人との関わり方ですね、人間関係をこういうふうにうまくやっていけば、皆さんの人生がより輝くんじゃないだろうか、もっと楽しくなるんじゃないだろうか、そのためのコツとかを書いた本となっています。はい、こういう、タイトルかなり、ね、刺さるんで、皆さん相当自分を変えていかなきゃいけないじゃないですか、そういう気負いがある本なのかなとお思いになるかもしれませんが、我々のスタンスとしては、心温度1度2度ちょっとだけ上げれば実は人付き合いがうまくいくんだよ、そういう気持ちで、作った本です。ですね、はい。この本、特定の人としかうまく付き合えないのは結局あなたの心が冷めているから、非常に長いので我々ココサメと、勝手に省略して呼んでいるんですが、このココサメ、にはですね、ココサメって要は何だっていうと、心が冷めている状態、ココサメっていう感じなんですが、それだけではちょっとよくわからないところがあるので、ちょっと著者のお二人に華麗な質問をぶつけまして、素敵な、解説を頂戴したいと思っております。はい、ということで、今日はちょっと悩み投稿形式でお送りしていこうと思います。はい、ということで、5つ目ですね。5つ目、はい、どうぞです。行きましょう。はい、じゃじゃん。はい、飲み会が苦手です。ましてや知らない人と飲むって絶対無理。26歳会社員の方、こんな悩みが来ているのですが、堀田さん、いつも明治大学の生徒さんに言われていることが、この飲み会に関してあるそうです。はいはいはい、私の心情の一つですね、飲みの席は張ってでもいけと、やつなんですけども、今、皆さん聞こえましたかね。飲みの席は張ってでもいけですよ。聞こえましたかね。はい、飲みの席は張ってでもいけはい、飲みの席は張ってでもいけですね。それには科学的な、心理学的な裏付けもあるというふうに本では書かれているんですが。そうなんですよね。僕も学者なんで、そういうことを言うからにはちゃんとした裏付けを持っておりましてですね、その難聴テクニック、この本にも書いてありますけれども、それが最初の取っかかりというか、飲みの席で必ず美味しいお酒とか美味しい食事があるわけですよね。そこで楽しい思いをしながら一緒に時間を過ごすと、その人との時間が楽しくなる、その人が好きになる、そういうことがあるわけですね。で、その飲みの場っていうのが特殊だと思うのは、その自己開示、自分のことをついついその、ね、飲んでるうちに話していくじゃないですか、いろんな話の中で。で、相手っていうのは、その自分、相手が自分のその何ですか、プライベートの話をし始めると、僕も向こうからそんなに近寄ってきてくれたら話そうかなっていう気になって、自分のことも話そうとするんですね。でお互い一歩踏み込んだ会話というか、自己開示の偏方性なんていう、言葉がついてますけれども、そういう感じで一歩踏み込んだ付き合いができるようになるんですが、酒の席っていうのはあながちその何ですかね、バカにしたものでもなくて、ちょっとね、
勇気を出して、心の内だけで行くだけで新しい世界が広がる、新しい環境が出る、まあ、嫌なやつでも飲み行ったりすごくあの楽しいやつだったとかよくありますよね、まあ、そういう意味で思ってください。まあ、この辺の話はですね、本書のエピソード11、距離を縮める、距離を測る、あ、逆です、距離を測る、距離を縮めるというところに書いてありますが、今度は伊代田さんにお聞きしたいんですが、はい、あの合コンや交流会なんかで、まあ、この初めての人と会うのが苦手、人見知りっていう方が結構いらっしゃいます。だからこそなかなか一歩踏み出せないという方が多いと思うんですが、はい、なぜ人見知りの人はなってしまうか、そして克服法はあるんでしょうか。はい、そうですよね、人見知り、じゃあですね、皆さんの中でどっちかっていうと人見知りだなっていう方いらっしゃいますか。どっちかっていうと人見知りじゃないよって感じでした。半々ぐらいですね。はい、ありがとうございます。人見知りの方、まあ、別に人見知りもですね、そんなに良くないものなわけではなくて、まあ、僕も、ね、僕も堀田さんも人見知りだねなんて話をよくするんですけど、やっぱりその合コンだとか飲み会だとかっていう時に人見知りの人がよく陥りがちなのが、自分がどう思われるかってことなんですよね。ああ、こんなこと言ったら嫌われるんじゃないかなと、つまんないこと言ってこいつダメだって思われるぐらいだったら喋んないよ、こう行きたくねえやっていう風になっちゃいがちで、ちょっと意識は自分に集中してるんですよね。なのでつい、まあ俺人見知りキャラだからとか、飲み会とか俺行かないことにしてるからっていう風に自分に蓋をしちゃって、なおかつ自分に関心がいってるっていうのはちょっと良くないパターンかなと思う。それはあの心理学的に言うとセルフハンディキャップでしょ。セルフハンディキャップって言うんですね。自分はもうダメだから、自分なんてもういまいちだから、話せないかっていうふうに蓋をしちゃうのをセルフハンディキャップっていうんですけど、そういうことをしたりだとか、あとは自分に関心。なので、まあ、解決方法としてはですね、自分がどう思われるかよりも相手に関心持つとか、目の前の人、この人どんな人なんだ、例えば僕もですね、もう今こう皆さんこう緊張して頭の中でなんかうまいこと話そう、なんかいい印象を持ってもらって本が売れたらいいななんてことを思ってるじゃダメなわけですね。どんな人なんだろうなっていうふうにこう関心を持てるようになると緊張もしなくなるし、人見知りも克服されるんじゃないかなって思ってかなです。はい、この本の中だとあの会話、記憶ゲームだと思うんですね、はい、一つ具体的な克服法として紹介されてますけど、はい、これってどういう、はい、そうですね、じゃあちょっと堀田さんと僕とやってみましょう。ですね、会話記憶ゲームで、よくあるのは、じゃあ始めまして、伊代田です。堀田です。堀田さんは、どちらご出身なんですか。まあ、そういう話も長いんですけど、まあ、生まれは熊本、生まれは熊本、育ちは埼玉県ですね。で、今もそうなんですけど、あ、まさに僕がですね、生まれが熊本で育ちが埼玉っていうのをろくにちゃんと記憶してないぐらい自分が舞い上がってるわけですね。あ、僕がうまいこと言わなくちゃ、あ、そういえば僕は海老名出身だなとかっていうふうに自分のことで考えちゃってるんですよ。今堀田さんは生まれは熊本で育ちは埼玉だって言ってるので、それをきちんと記憶して、あ、熊本で生まれられたんですね、あ、埼玉で育ったんですねって言えばいいのに、大抵人は、あ、なんかうまいこと言わなきゃ、埼玉といえば何かあったなとかっていうふうに考えちゃうからおかしくなっちゃうのであって、会話を記憶して返すっていうことに集中するとちょっといいっていうテクニックですね。はい、ちなみにあの伊代田さんは草食系合コン筋肉みたいな感じでね、あの、はい、本書のエピソードで書かれてましたけど、はい、年間どれぐらい、もう本当あのたしなむ程度ですけど、ね、あの一時期は、まあ、年間100回ぐらいこう合コンと言われるものに行って、今みたいな鍛錬を重ねたっていうことですね。今、人見知りは誰でも克服できるんですよ、はい、というはい、ということで、堀田さん、この本のタイトルは、特定の人としかうまく付き合えないのは、はい、結局あの子が冷めてるから、はい、はい、正解です、はい、油断しないでくださいね、はい、いつでも来ますよ。ということで、はい、次は2通目、ま、2通目という体でお願いいたします。はい、で、神奈川県町田市の女子大生からの投稿です。違います、ありました、はい、神奈川県町田市の女子大生の方からの投稿、はい、はい、じゃじゃん。恋愛が長続き しません。長くても3ヶ月くらいです。やれやれだということで、22歳女子大生、まあ本当にやれやれなお話なんですが、はい、ここはあの
恋愛専門家の皆さん引き続きお聞きしたいんですが、はいはい、もうズバリ何が悪いんでしょう。このまあ町田市に問題があるんじゃないかとかそういうことはさておきですね。さておき、ですね、あ、町田市の方、そんなことないですよ。ですね、まあもちろんいろんな理由があると思いますが、今日この本の関連でちょっとお話ししてみたいのが、例えばよくギャップって最近言いますよね。やっぱこう恋愛ってギャップが大事よねみたいな、まあ、この本でもギャップについてすごく詳しく書いてあります。ギャップって何なのかってことをよく書いてきちんと書いてありますが、ギャップから引かれて、あ、なんかこの人って意外と素敵みたいなところから始めると、大丈夫ですかね、これ見えますかね、と意外とそのギャップの魔法が覚めて、ああなんかそれだけだったなっていうことになりがちです。この本ではですね、ギャップは一発ギャグに過ぎないとまで言ってますね。つかみに過ぎないっていうことであって、長続きする恋愛っていうのはもしかしたら違うところにあるんじゃないかってことを我々言ってますね。はい、そうですね。まあ、それに関連してこんな投稿もありますよという話なんですが、親がお見合い結婚を進めてきます、絶対嫌、32歳ショップ店員の女性の方から、はい、まあ、お見合い結婚、まあ、30を過ぎてくるといろいろ女性も親も心配するということで、ね、ありがちな悩みなんですが、はい、はい、多いですね。でこの本を見てみますと、はい、特定の人としかうまく付き合えないの結局あなたの心が冷めている体の110ページに似たような項目がございます、はいはい、皆さん後でよければこの特定の人としかうまく付き合えないの結局あなたの心が冷めている体の110ページを見てみてくださいね、はいはい、ここにお見合いおばちゃんの誘導尋問という項目がございますね、はい、結構この本に恋愛だとか結婚だとか、まあ、これビジネス書ではあるんですけど、人付き合い全般というところで男女の付き合いというところでいろいろな項目が書かれてます。その中で、お見合いおばちゃんの誘導尋問という話でどういうお話をしているかというと、ですね、例えば、あ、そうですね、こうしてみましょう。じゃあ、こんにちは、こんにちは、今日こうこのイベント終わられてお家帰って、まあ、ご家族だったりお友達だったり、今日イベントどうだったって聞かれると、なんか仕切りがなんだし、なんかあんまし面白くなかったしとかっていろいろ出てくるかと思うんですけども、そこで今日のイベントどこが面白かったって聞かれると、まあ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 、なんか笑いもあった気がするしっていう風になると思うんですね。でそれを実はこのお見合いおばちゃんがしているっていう話で、ありがとうございました。なので、お見合いおばちゃんがですね、あるカリスマのお見合いおばちゃんはこう聞くんだそうです。お見合い終わった人に、今日の相手はどこが良かった、そうするともう今日話つまんないし、もうかっこよくもないしって言いたい気満々だったのに、あ、まあ優しかったかとかっていうふうにいいことを想像する、いいことをチェックする、ネガティブチェックではなくポジティブチェックな方に頭を転換させるっていうところをこの本では伝えています。で、まあ、これが、お見合い結婚の離婚率が低いっていうことも書かれているんですね。そうなんですよね、はい、これ、まあ、実際のデータであるんですけど、ですね、今日本で離婚率は簡単に言うと 30% です。簡単に言うと3組結婚するうち1組が離婚するんですね。で恋愛結婚の半分が離婚します。恋愛結婚の2組のうち1組は離婚する。これ日本の話です。で、お見合い結婚は離婚率が 5% から 10% です。なので皆さんの方から見ていただくと分かると思うんですけど、お見合い結婚は、まあ、お互いそんなにノリノリで盛り上がってるわけではない状況からスタートして、まあなんかいい人かもっていうふうになるわけですね。で、恋愛結婚は逆です。この人は最高だ、もう新婚ホヤホヤで素敵だと思うんですけど、そうでもないのか。なのでお見合い結婚結構いいものだよねっていう話しました。そうですね、はい、まあ、この本だとその理由っていうのは類似性と相補性っていうような言葉が使われてるんですけど、小田さんこの類似性と相補性っていうのは。そうですね、恋愛の初めの段階は相手に類似性を持って、同じと共通点があればあるほど話も盛り上がりますし、その、ね、まあ、同じ趣味を共有したりで、ね、仲良くなっていくわけですよ。
でもだん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 やっぱり飽きてくるんですね。そうすると今度は双方性、お互いに相補う関係の方が、特に結婚した後にうまくいったカップルを調査してみると、お互いにこう、服従と、支配の関係とかですね、デコボコの凹凸のね、そういう関係の方がうまくいくと。全然全く違うのはダメなんですよ。そのお互いに相補う関係っていうのが実はうまくいってるっていう、研究結果なんかがありまして、そういう意味で長続きするには相補性の方が大事なんだろうと、いうことになります。はい、ちなみにホットさんの、いやマネージャーちょっとバズバズ出してますね。人生の過程もいろいろございますね。余裕性と相互性だけで全部うまくいくわけでもないってことですね。僕の名言はですね、はい、住宅ローンは愛じゃ払えない。そして話が生々しくなってきました。よろしくお願いします。はい、そんな感じで、特定の人としかうまくつけないのは結局あなたの心を収めていた。はい、ということで、次の投稿です。はい。はい、じゃじゃん。やる気ないっす。31歳、自宅警備。やる気なさそうです。そうですね。うん、はい、俺はまだ本気出してないだけということかもしれないのですが、ここはですね、引き続き堀田さん、やる気に関してはね、このココサメの中に象徴的なエピソードがあります。そうですね、やる気スイッチなんて形がこの本には書いてあって、4つぐらいのスイッチがあるんですが、その一つとして、体を動かすと、とりあえず動き出せということですね。それは僕の格言というか、僕の語録の中で、明日やろうはバカやろうというかと思うんですけど、とにかくすぐにやってみようと、体を動かすことから始めようと。やっていればなんか、やる前は嫌だなと思うけど、やったらすごく良かったとか、新しいアイデアを思いついたり、そういうことってありますよね。そういう、脳科学的にもそういうことが証明されてまして、とにかくやらせると。で、僕は、なんか大学生っていろんな悩みを抱えてて、失恋したりなんだりですね、落ち込んでて何もやる気なくなっちゃうことがいるんですね。でそういう子を見つけるとですね、大体道場に引っ張ってくるんですね。僕空手やってましてですね、道場に引っ張ってって、もう全くの未経験者なんですけど、とりあえずあれミットがこんなところにありますけどね、こうミットを打たせたりするんですね。でそうすると、その闘争本能に火がつくんですね。とりあえずみんなのめり込んでいくわけです。その新しい自分を見つけられるし、とりあえずいろんなことに、やる気を出して、本の中にありましたハンカってやつですね、一つなんかやる気というか他の方がやる気が出てきたりみたいなやつ、そういう効果を狙って、とりあえずやらせてみる、ということで。そうなんですね。とりあえずやってみますか。やってみたいなと思って今日わざわざ八王子からこんなもん持ってきたんですけどじゃあどうなんだか、ミット打ちとかやったことなくて、なんだろう、やってみたいなって。座ってばっかりで話聞くのもなんだろうよと。そうですね、もうやる気出したいよという方いらっしゃいますか。女性が、ちょっとじゃあ、カメラ映って大丈夫なんですか。またこれフラットスポット的に大丈夫ですか、これ今。カメラの色ありますよね、本当に。大丈夫ですか。多分大丈夫です。はい、じゃあ、許可いただいたってことですか。大丈夫ですか。まずちょっと、拳を。最初はこうこっちを引くのに、こっちを思いっきり出すイメージ、こう肩がまっすぐでいきましょう。まっすぐでいきましょう。さあ行ってみましょう。やる気出てきました僕も出てきましたよ。出てきましたね。よし、行きましょう。行きましょう。まっすぐ行きましょう。よし、持っていきましょう。もっと行きましょう。もっと、よし、よし、よしみたいな、ね、痛いですよね。でもどうですか、こんなに思いっきり人のことごったりしたことないですけどね。なかなか人生の中でこうね、でこれだんだんハマってきますよね。でこういうのをいろんな学生にやらせるんですよね。もう僕は3人そう3、4人も道場連れてって全員空手に入部しましたから、本当にこういうなんか動かし自分の体を動かしてみてすごい大事で、今まで
やったことないことも改めてチャレンジしてみると意外に自分に合ったりもするんで、それぜひやっていただき、やる気スイッチを入れていただきたいと思うんですけど、もう一人やってみますか。じゃあ男の方どうですか。ちょっと今日パンチじゃないやつやってみましょうか。誰かこれはパンチは結構思いっきり打てる人ですよ。誰でも誰でも、すいません、いいですか。誰かじゃあやってみますか。やってみますか。おひじ打ちやってみましょう。ひじ打ち、はい、ちょあのもう、まあ、あの自分の思うひじ打ちっていうものやってみてください。おー、はいはい、なんかいい、はいはい、これちょっと今度はこっちは、はい、はい、で、まず、あ、開けてで、肘打ちってどうもこういうイメージ、まあ、こういう流派もあるんですけど、これあの本のイベントですか、ね、やる気スイッチの、やる気スイッチの話ですか。いや、とりあえず 今の段階で一番思っているこんなもんですよね。いいですか。今度はボールを投げる要領で、ここ投げる要領で思いっきり上からよろしくバーンと自分の思いっきり、そうです、全然違いますね。もっと思いっきりいきましょう。よーし、よーし、おっか、よーしと、こういう風にだからすごくやる気が出てきませんか。ちょっとやる気が出てきました。ありがとうございました。はい、本のイベントですからね。本のイベントですよ。本のイベントですからね。もう何事だって言いました。僕もすごくやる気が出ました。ありがとうございます。ではですね、どうなることかと思います、はい、一応成功でしました、ね。静粛な声さに野蛮な音が響いたとびっくりしましたけど、まあ、後にも先にもないんじゃないかと思います、はいはい、それで、ですね、はい、何の話でしたっけ。やる気の話ですね。この人がね、この人がこういうこと言うから、そうですね。で、まあ、心を温めるっていうのはこういう簡単なことから実は始まっていくんですねっていうところなんですけど、まあ、このやる気がないみたいな話があるじゃないですかね。そもそもその心が冷める、やる気がない、心が冷める、ここ冷め、これって一体どういうことなのかっていうのを改めて定義をこう、はい、していただきたいなと思うんですが、まず伊代田さん、はい、僕マイクをそう思う、はい、すいません、ちょっとマイク変わりましたね、はい、いいですね。こんなあの慌て者の2人が作った本ということですね。まあ、あの心が冷めるっていうと皆さんなんとなく話としたイメージはくと思います。なんか冷めてる、あいつ冷めたやつだなみたいな、そんなことのイメージだと思うんですけど、一応この本で定義してるですね、心が冷めている状況というのが、よいしょ、1、じゃあ皆さんの中で自分の中でも当てはまるかどうかちょっとチェックしてみてください。3つあります。1、人の話に興味がない。それと話してて、あ、こいつ何言ってんだよ、つまんねえな、早く自分の話したいなとかって思っちゃうようなことがあるかどうかですね。人の話に興味がない。2、人と積極的に関わろうとしない。なんかめんどくさいし疲れるし、なんか嫌なこと言われたら嫌だし。3、そのため世界がどんどん狭まっていく。この3つがまあ一応この本で定義している心が冷めている状態、ここ冷めですね。なのであの僕らもこう普段こう一緒に本を作ったりこういろんなお仕事をしていく中で、ちょっとやる気がなさそうだったり、まあそれどうでもいいっすよみたいなこと言うと、ここ冷めですよそれって言い合ったりしてます。はい、そういうふうに使います。じゃあ、 まあ今度はココサメの定義が分かったところで、なぜココサメになってしまうのかっていうところをちょっと学術的なアプローチで解説していただきたいんですが、はい、まあ、あの心理学者の、ね、スタンレー・ミルグラムという有名な人がいるんですが、なんですか、スタン、もう一回、はい、スタンレー・ミルグラム、スタンレー・ミルグラムです、はい、ですね、まあ、あのそういう方がいましてですね、あの韓国人っていうのが、ね、有名な人なんですけど、ね、まあ、あの結局今の時代は、まあ、町の中でもここにもいろいろ氾濫してますよね。今で今の携帯もあるし、まあ、その音声的なもの、視覚的なもの、本当に情報にあふれてるんですよね。そういったその情報が過多になってくると、その自分の中で、まあ、情報を選択するようになってきます。で、まあ、最小限にその努力をその作業、人と関わるのも面倒くさくなってくると、その情報が多すぎる過剰負荷、環境、過剰負荷環境、ね、あの情報がありすぎて結局、まあ、面倒くさくなってどれかもう手出さなくなっていく、そういう最低限の努力で、まあ、生きていこうとするんですね。こういう傾向っていうのは田舎よりも都会の方が強い、そういういろんな研究結果があったりするんですけど、まあ、そういう現代病なんですよね、結局は。まあ、人間の本能的な部分というか、まあ、生きる上で仕方なくそうなっていってしまうっていうところもあるんですが、まあ、中にはこう人とやっぱり関わらなきゃいけない場面というのがありますよね。ということで、あの最後にこんな投稿が来ています、はい、ということで、じゃじゃん、
新入社員が全然言ったことをやってくれません、あいつらはバカなのです。42歳、部長代理男性の方です。随分しっかりした部長代理のですね。あいつらはバカなのですかってなかなか言う気合いに入った部長代理ですね。はい、まあ、今日はいらしてるお客様の中にもこの同じような悩みを持っている方もいらっしゃる。世代的にね、はい、そうですね。でまあ、やっぱりこう人を育てたりとかマネジメントしたりというのはやっぱり仕事をしていく上で現代ビジネスマン共通の悩みになってくると思うんですが、まあ、結構その上司も部下もお互いにお子様な状態になっちゃう、なんだよあいつみたいな感じになっちゃう、どうしてこのようなことが起きてしまうのかっていうところをまずゆうたさんお願いします。はい、はい、そうですね、もちろん部長代理にも部長代理の気持ちあると思います。もうすごいそういうこともあると思います。あるいは本当にこの新入社員がバカだっていう可能性もあるんですけど、それはさておきですね、よく起きてしまう、まあ、職場の人間関係の、カウンセリングだとか研修みたいなことをさせていただくこともあるんですけど、よくあるのが上司は上司で、まあ、先ほどの話じゃないですけど部下とはこうあるべきだと、人ってのはこう働くべきだと、新入社員ってのはこれぐらいやってしかるべきだっていう自分なりの思い込みがあるわけです。で新入社員の方は新入社員の方で、俺はこれぐらいやればいいんだ、そしてここは上司がやるべきだっていうふうにそれぞれが自分のことを思い込んじゃってるわけです。なので上司は部下に過剰な期待をしがっかりし、部下は上司に過剰な期待をしがっかりし、だからこれはギャップじゃなくてがっかりですよね。過剰な期待が裏切られるがっかりっていうことでどんどん負のスパイラルが生まれて、お互いがイライラしてるっていう状況が一つ職場でもよくある、まあ、こういう状況ですよね。でそういうふうにならないためにはコトさんどういうふうにしたらいいんですかね。まあ、そのある意味この完璧主義というか、これは物事はこうあらねばならないんだっていうような先入観というかね、そういうのが働いちゃってると思うんですけど、まあ、世の中のものにはその揺らぎというか、まあ、完璧じゃなくて当たり前なんですよね。その、まあ、本の中に迷う人がかつらが気になるとか、はい、つけまつげすぐ分かるとかありますよね。はい、その完璧すぎるとすぐその逆に違和感とかおかしくなってしまうところなので、まあ、その少し不完全なことを楽しむぐらいだよね。そういう気持ちの余裕が大事だと思いますし、うん、人間の顔もね左右対称だね、この自然環境が全て、ね、揺らぎがあるっていう話が本にもありますけどね。であとは、まあ、こういう状態になってしまった人がやってしまいがちなのが、もうこうしろと強制したり、もう思い通りにならないから思い通りに無理やりしようとするっていうようなパターンだと思うんですが、けどそれやっぱり反抗したくてね、ちょっと心理的リアクタンスって言えなかった心理的リアクタンスってやつですよね、はい、そう人はもともと自分が自由に物事決めたり行動したいっていう欲求がありますから、こうしろって言うとそれどうしても反抗して自分の自由を取り戻す確保するためにその反対のことをしようとする、そういう性質があるんですね。勉強しろって言われてね、いややろうと思っても今やろうと思ったのに言うんだもんなみたいな、ね、でやりたくなくなる、あのパターンですね、はい、まあ、それと一緒ですよね。この本の中に人間というのはどんどん成長していくものだということが、ね、書かれているんですけど、そこで引き合いに出されているのが、はい、もうね、いつも打ち合わせの時で熱狂的に盛り上がってしまうんですけど、はい、ね、スラムダンクの安西先生というのを、ね、ご存知ですか。スラムダンクの安西先生って言って皆さんどれぐらい分からない、なんか今日の感覚で言うと皆さん分かっていただけてそうですけど、じゃあスラムダンク知らないよって方いらっしゃいますか。知ってるけど読んだことないよって人もいると思うんですよね。安西先生あれですよね、その諦めたらそこで試合終了ですよだけ一人歩きしてるのもありますよね。そんなことないですか、すみません安西先生のな、スラムダンク読んだことのある方にはあ懐かしいそんなエピソードあったなっていうことを思い出されるかもわかりませんけど、安西先生がもうすごく優しくてこう包容力のあってもうすごく太っててタプタプとする監督さんなんですけど、その昔ホワイトデビルでしたっけ。ホワイトヘアードデビルですね。ホワイトヘアードデビル、白髪期ですね、はい、オタクですね、はい、で要はそのすごくガミガミ近づくわけですね。自分のやり方が正しいと、だからこうやれこうやれこうやれっていうふうに言っていたところを、部下じゃないですね、選手が、まあ、さっき言った心理的リアクタンスのようにこう反発して自分の手を離れ、海外で事故に遭ってしまうということから安西先生はちょっと学んで、そういうんじゃいけないんだなと、選手を見て選手に合わせた指導法ってことを取り入れなくちゃいけないんだなっていうふうに成長していったっていう、その
なんていうでしょう、マネージャーとしての成長の物語でもあったわけですね。っていうふうにね、あの紐解いておりますね。はい、はい、であとはまあどうなんですか、安西先生、太田さんスラムダンク、はい、前回は持ってますね、はい、やっぱりあの熱血なところが。そうですね、あのまあ愛読書ですね、愛読書、はい、結構ね、あの最終巻のすごい有名なシーンがあったりとかしても、そこのディテールにはすごくこだわりましたね。はい、はい、その本のディテール、まあね、まあ、スラムダンクをこんなに引き合いに出していいのかっていうぐらいスラムダンクわかんない人はわかんないよなんていうこともやりたいもしないましたけど、スラムダンクってすごいいいシーンがあるんですよ。ですごいいいシーンがあって、そこをなんとか文章に書き起こして、こういうようなシーンだっていうふうに書き上がって、みんなで鳥肌を立ってたんですよ。そうですね、自分たちで作った文章に鳥肌立ってたんですよ。そういうことで、人を認めるっていうようなあの、はい、ところですね、はい、ということで、まあ、その辺のスラムダンクの話っていうのは、まあ、スラムダンク直接下の階で立っていただくか、はい、まあ、詳しくはこの本ですね、特定の特定の人としかうまく付き合えない切り替えなどのことを含めてるから、はい、正解です、はい、ということで、まあ、そんな感じでやっておりますので、まあ、そちらの方ご注目ぜひしていただきたいと思います、はい、で、あの、まあ、こういうちょっと寸劇というかこの辺にしておきまして、で、最後にですね、この本がどのように生まれたかっていうのをちょっとお話し、感動的にね、感動的に、はい、まあ、そもそもの話、あの恋愛コラムニストと大学の先生、どうしてお二人が出会われたのか。もう2年、3年前ですよね。そうですね、2010年ですよね。あの東京駅で、まあ、僕の共同研究者の心理学者の藤田先生が、まあ、と、まあ、僕はその当時まだ関西にいたので、まあ、とにかく東京駅に目指して集まろうって話になった時に、まあ、その同級生であるイオトさんが、まあ、同席してたわけですね。だから最初はただただお茶を飲んだ男だったんですね。まあ、そこで僕はそのイオトさんのトークがすごい面白いですね。その視点とかが面白い、あ、この人面白いなと思って、まず命題にあのゲストとして来ていただいたんです。で、授業をね、特別授業でやってみて、まあ、それが代表がね、で、まあ、そこが、まあ、スタートになってね、そうですね、はい、付き合いがあった感じです。今、はい、今のですね、ちょっと宣伝しますけど、Facebook ページで、この本の Facebook ページを今、展開してるんですけど、そこで今、僕と堀田さんが今みたいにですね、すごくイチャイチャと楽しく親密に往復書簡の企画を始めたんですが、そこで最近書いたことなんですが、ちょうど1年前の夏ですね、堀田さんにお招きをいただいて、明治大学で300人ぐらいの学生さんに向けて、コミュニケーションとしての恋愛みたいなことでバーッと話をして、まあ、とてもこう盛り上がり、まあ、多分その堀田さんの学生さん、その法学部の学生さんとかからすると、恋愛コラムニスト来たよ、なんだよと思ったと思うんですけど、まあ、コミュニケーションってところですごく、反応をいただいて、そこから堀田さんと言葉とかコミュニケーションとか、こういう話し方をしたら人の気持ちはどう動くかねっていうことに、とっても二人とも関心があるってことが分かったので、じゃあこれで一発二人で何か書けないかねってことを言う問題ですよね、はい、あ、そうそうそう、なので、で、なので、で、その後、僕が、知っていた編集者であるところの下松さんにお話を持っていったところ、下松さんがこの二人の、まあ、掛け合い漫才をですね、面白いと思っていただいて、この本をじゃあ作ってみましょうってことになりました。そうですね、今日お配りした資料は企画書みたいなの簡単に言ってるんですけど、もともとのタイトルっていうのがもう全然こんなタイトルじゃなかったですね。いろいろ揉んでいくうちにこういうのがあったっていう、ちょっとね、このタイトルおっかないですもんね、はい、で最初が、何でしょう、信頼という武器とか、はい、あとは特定の人としか付き合えない理由、そして誰とでも付き合う方法みたいな、まあ、これじゃ売れないなみたいな感じのだったどうしようかなと思った時に、まあ、この今のタイトルになったんですけど、まあ、そもそもの話をしていくとね、いろいろなお二人と話をしていくうちに、人のつながりっていうのが横に広くなってはいるんだけど、縦にこう浅くなってる、逆に言うと密度がちょっと薄くなってるんじゃないかみたいなね、話になって、でも、まあ、それっていうのは性格の問題とかでは実はないんじゃないか、
ていて、例えばね、オタクみたいなとこでも仲良くできることはすごい仲良くしてるわけだと。もともと人っていうのはやっぱそういうものなんですね。さっきの過剰化環境の話じゃないんですけど、ただ問題はその仲良くできる範囲がどんどん狭くなっちゃってる。で、本来きちんと関係を作るべき人と関係を作るべき、例えばこの投稿にあるような部下がダメだとか上司がダメだとか、ちゃんとコミュニケーションを取らなきゃいけない間で取れていない。これをなんとかね、あの簡単なやり方で解決できたらいいななんていう思いが込められてますね。この本のそのまさにポイントというか、その制作過程で盛り上がったのはあれでしたね。熱血になれとは言わないと。そうですね。もう性格変えなよと、熱血キャラになんなよと、松岡修造になれとは言わないので、こういうような話し方をしたら僕たち仲良くできるよねと、こういうような反応をしたら僕たちもう少しちゃんと分かり合えるよねっていうことが詰まった本にできないか。なので、ですね、あらゆる人間関係の課題を性格を変えずに解決する方法ですからね。すごいですよね。すごい本作っちゃいましたね。でこの本結構作るにあたって、いろんな方たちに本を読んで、事例を読んでいただいたんですけど、特にその堀田先生の明治大学のゼミの生徒さんたち、あとは他に東洋大学に決められているので、そこの生徒さんたちにも読んでもらったんですけど、結構それに共感してくれる方が非常に多くて、で今我々がこういう T シャツをご紹介しますか、ね、着てるんですけど、はい、手伝ってくれるスタッフが、じゃあ今日もしました、ね、赤い T シャツ着てる、じゃあここさメンバーの皆さん、ちょっと前に来てください、はい、前に来て、せっかくだからちょっとイエーイって映りましょう、映りましょうじゃないですか。皆さんにお披露目します。これ我々この精鋭部隊でなんとかこの本を世の中に広めてます。すごいんですよね。すごいですね。単身営業してくれる人やら、愛媛営業担当やら、プロ顔な負けのイラストレーターやら。そうなんですよ。そうなんですよ。あれうちはないどうぞ、前へ、うん、前へ、しばしちょっと、はい、しばしどうぞ前へ。あ、うちは見せて、うちはね、このうちわとか宣伝とかに全部絵が描いてあると思うんですけど、このすごい上手な、この絵、実はこの絵の彼女が描いてる手書きの絵なんですけどね、なんか英文科の学生なんですけど、芸術家顔負けのときしてるんだけど、でも本当に本物を見ると鳥肌が立つぐらい上手な絵、もうよかったらご覧ください、ね、申し訳ありません。そうなんです、すごいのね、みんなでこう手作りで販売活動宣伝をね、してるんですよね。一時期もこの集団で街を練り歩いて、最近ですね、ちなみにこれまだ下間さんにも話してなかったんですけど、僕がこの話をある出版社、あるメディアの方と話してたら、ああその T シャツ着てる人最近恵比寿のアトレで見ましたって言って、多分それ僕ですとかあったぐらいです、はい、特にね、我々3人はずっと着てましたね、はい、ほぼずっともう制服、この夏の制服でしたね。僕も営業これでしてます、はい。で、まあ、今一応日本を温め直そうプロジェクトっていうので、学生たち中心になって、いろいろ Facebook ページ中心なんですけど、プロジェクトを運営してまして、で例えばその中でアプリを作ったり、あなたを石像にして満たしんだ、まあ、それのプログラミングから質問からそのイラストから全部学生たちがやってくれてて、で、あとはね、まあ、さっきの1話を配布したりとか、美少女コレクションとか、ね、あ、そうですね、なんかやってるんですけど、いろいろあります。非常に、あとはね、帰省中にこう書店営業わざわざ行ってくれたりとか、この夏休み、お盆休みに帰省してのんびり骨休みするかと思ったら、帰った地元先の本屋に単身乗り込んで、この本置いてくれっていう、もうあまりに素敵なスタッフの皆さん。まあ、そんな感じで、この本もちょっとね、いろいろ盛り上げていって、そして日本を温めていければいいなと。よかったらこれアクセスしてみてください。ここさめ、はい、検索してもね、はい、そうですね、はい、ということで、まあ、そろそろ時間ちょうどいいですかね、はい、になってきましたので、はい、ですね、いて大丈夫ですか、はい、で最後にタイトルを僕たち一人ずつ唱えていきますので、3人で、ね、はい、で成功しましたら盛大な拍手を、温かく、そんなもん別に著者なんだから本のタイトル言えるって当然だろうと思うかもしれませんけど、うちにはこの神々
神々が言いますので、はい、うまくいったらわーっていうことでお願いします、はい、じゃあ早口目でいきます。そうですね、はいはい、じゃあまず僕から、はいはい、特定の人としかうまく付き合えないのは結局あなたの心が冷めているからだ。特定の人としかうまく付き合えないのは結局あなたの心が冷めているからだ。特定の人としかうまく付き合えないのは結局あなたの心が冷めているからだ。言えましたね。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。これでイベントの、はい、はい、で、はい、はい